ムアンブサ四世は、ブルンジ王国の国王。1 9十五年十二月十六日から1 9十六年七月八日まで、ブルンジ国王の地位にあり、ブルンジがベルギーから独立した、際の元首となった。1 9十五年、フオムタが四世の死去により三歳で即位した。当時ブルンジは、ドイツ領であったが、第一次世界大戦のドイツの敗戦によって間もなく、 ベルギー領となり、さらに1962年にブルンジが独立すると、ムアンブツァ4世は独立国家ブルンジ王国の元首となった。ムアンブツァは立憲君主を目指したものの、ムアンブツァも属する少数派の土人と多数派の仏人との対立により、政情は非常に不安定であり、少なくとも3人の首相が暗殺され、その中には、 自身の第一王子であるルイル・ワガソレ王太子も含まれていた。そんな中、ムワンブザ四世は、仏人と土人の首相を頻繁に交代させ、政権の維持を図らねばならなかった。1966年7月に仏人の大規模な反乱が起こると、王位を第二王子のシャルルン・ディ・ゼー王子に譲って国外へ逃れた。反乱は、 土人のミシェルミコンベロ隊によって鎮圧されたものの、ムワンブザ4世は帰国する意思を持たず、スイスへと亡命し、1977年にジュネーブで死去するまでその地で過ごした。ありがとうございます。